あー、やめろ。まあね、ちょっとストレス溜まってるかもしんないけど、公園でね、気持ちよく持ちして、キリできたらいいね。はい。まあやっぱりね、こう、ホストとかね、やっぱ夜食って結構いろんな闇とかストレスとかね、たくさんあると思うけど、ギャンブルとか、釣りとか、そういうので、ストレス発散したりとか、するよりかは、絶対ね、スポーツで汗流して、気持ちよく切り替えて仕事した方が、絶対、こっちの方が、スッキリするし、悪循環にならないから。釣りとかギャンブルって、悪循環になっちゃうからね。嫌なことあったら、じゃあ薬やって。で、その時楽しんで、じゃあまた、ね、同じことの繰り返しになっちゃうんで、やっぱり、ストレス発散の仕方っていうのは大事かなって思います。まあじゃあちょっとね、準備運動していこうか。はい、屈伸、せーの、1、2、3、4、1、8、2、3、4、5、6、7、8、これマジでね、準備運動マジ大事だから怪我超するな、ほんとに3、4、5、6、7、8、怪我とか症状ある？あります、あります。なんで？僕なんか山から落ちてる。え？なんか小学校の小さい崖みたいな、あの、そっから落ちた頭。なんで落ちたの？落とされた。いや、落ちた。きつかった。いつ？何年生？小6。超 2？ どのぐらいの高さの関係って？え、そんな高くないです。10ぐらいないです。10メーターってことは？はい。よく死ななかったね。うわ、よかった。マジでよかったね。それだけ？引退とかは？あ、ないです、ないです。野球部だった。あとバレーとバドミントン。バレーとバドミントン？はい。あ、バドミントンお前うまかったの。バドミントンうまかった。シュート。よし。やっぱ。つきましたあの時は本当に。いやでもムカつくよな、はい、やっぱりこう物とか取ったりとかさ、まあ悪くはないからね、別にシュートは。まあただその怒りの矛先がやっぱ誰かにさ、この向けれない時っていうのは第三者に当たっちゃう可能性あるから、それが良くないからね。怒りの矛先わかんないとやっぱ性格悪くなっちゃうし、暴言とか発言とかも巻き込んじゃうとか、普段だったら怒らないような相手に怒っちゃったり、そういう風になっちゃうから、そうするとマイナスじゃん自分にとって。まあだからそのストレスの発散っていうか切り替え方っていうのを勉強した方がいいかもね。シュートでも宴、地下格闘技何回試合出たんだっけ？2回っす。おー、いえ。じゃあ、運動しようか。はい。けっ。僕、格闘技マジで初心者なんで、本当に全然受けるとかしかわかんないですけど、とりあえずなんかストレス発散できたらいいなっていう、あれですね。運動、でも気持ちいいですね。めっちゃプロボクサーみたいやん。いいね。疲れた。疲れました。ナイスファイト。ありがとうございました。でもすっきりしたっしょ。はい。スポーツってすっきりするよ。はい。どう？すっきりしました。感謝ですね。時間取ってもらって。ありがとうございます。すっきりした？はい。ありがとうございます。たまにはこういうのもいいよね。いただきます。うん、いただきます。いいね。でも前よりちょっと上手くなったね。受けってなんかまあ気持ちが入ってたね。まあでもいろんなさ、やっぱさ困難じゃないけど嫌なことって起きるわけや、まあ、どの社会でも多分どのゲーマーもそうだし、今ですね俺も嫌なことってあるわけだから、まあ、それでやっぱほんとね、この間も言ったけどいちいち怒ってたら絶対良くないからさ、本当に切り替えの方法っていうのは自分で見つめていけないし、まあ別に格闘技あれとかそういうのじゃないけど、ストレスの逃がし方とか切り替え方を自分なりに、
勉強することが大事かなっていうのを、まあ、ちょっと伝えたかったなっていうのがあったから、また、自然を見てさ、今日はちょっともう時間ないし、俺も減量してるからあれだけど、ラーメンでもなんか食べて、あとでそのラーメン代とか渡してほしい。元気出せよ。はい。よし。はい、よっしゃ。まだ時間作ってもらおう。おい。お疲れ。お疲れ様。お疲れ様です。今日はどうでした？いいですか？でもめっちゃスッキリしましたね、やっぱり。これ動かすのっていいなって改めて思いました。盗んだ従業員に対して今どう思う？やっぱうざいのね、でも変わりないですけど。でもスッキリしたんで。今代表の我が身を張った感じで。代表体強そうだもん。いいっすよ、なんて。ありがたいです、わざわざ時間かけてもらって越してくれて感謝ですね。格闘技はもっと今後やっていくん？うん、ちょっとやりたいですけど。疲れた後やっぱラーメンが食べたいって感じ。はい、やっぱ体動かした後使ったエネルギーをね、やっぱり取り戻さなきゃいけないから。食べます。いただきます。美味しいですね。嬉しそうだ。美味しいです。戻ってよかったよ。いや、本当にそうですよ、ね。うん、感謝ですね。これからも一緒にアクセルで頑張っていこうね。はい、頑張ります。